何かをはめられそうなくぼみがある。もしかして、あ、そういうこと。マジか。3分ぐらい探索してたぞ。剣ここに使うのね。なるほどね。マスターソードみたいな感じになっちゃった。あー、ここやったんだ。なんかソファーかと思ってたわ。ようやく地下に行ける。あ、行っちゃった。随分とファンシーな部屋だな。まあ、もともとがもともとか。あいつは色を奪っていく。一度色を奪われた、二度とそれは戻ってこない。だから、私は蝶に色を託すことにした。蝶は色を持って、自らこの北の館をさまよい、あいつから色を隠してくれる。あいつから逃げるにはもうこれしか方法がない。彼女はどうしてお姫様になりたいのだろうか。これは同じか。ああ、返して。私の瞳を、私の髪を、私の色を返して。この人は男の人だね。みんなの色を探さなきゃいけないってこと？何？あ！閉じちゃった！ちょっと、剣がなくなってる。なんか誰かおった。誰か来た。悪さした。おいー。なかなかいないぞ、悪さするやつは。悪さしやがった。剣抜いて悪さしやがった。おいー。再び行けなくするんじゃないよ。え？あれ？文字の色変わってる。青は正義の色、赤は欲望の色。正義には祝福を、欲望には死を。あ、緑の髪の男、違う。彼女は欲望なんかじゃない。なぜ殺した？彼女が何をした？お前が死ねばよかったんだ。正義には死を。あ、剣使った。剣を抜いてあげたいけど届かない。ちょっと何やら物騒になってきたのじゃ。そうだね、物騒だったな。入れんの？あ、入れんじゃん。おお、何？この実になる実が欲しいのですか？それともこの木から出る甘い蜜？でもごめんなさい。この木は5年に一度しか実をつけないし、甘い蜜も取れないの。あの子はね、この木の実が大好きなのよ。あの子のためにも早く5年後になるといいんだけど。でもあの子とても食いしん坊だから、これだけ足りるかしら。はあ、5年後、歯車だ。木の実が欲しいのかい？それなら僕は時間を進めてあげよう。ねじ巻きを持っておいで。ねじ巻き。ねじ巻き、ちょっと待って。まさかさ、ねじ巻きっつうでさ。ねじ巻きに一つ心当たりあるんだけどさ。あいつじゃねえよな。あのねじ巻き人形のことじゃねえだろうな。ははー、そうやんかー。ん？なに？鬼ごっこがしたいんだ。人形がいっぱい。なんかすごく嫌な感がする。一緒に遊びましょう。彼女たちの視線の先に、そこにも繋がってくんのか。え？お、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 テーブルの上を、
どうすりゃいいんだい？とりあえず。とりあえずどうすればいいんだい？机の上すら歩いてくるこいつらを一体どうやってスルーすればいいんだい？視線の先、視線の先、視線の先、こっちと、あ、学人入った蝶の絵がある。あ、緑色がいなくなった。あ、で、この人が、無事になったんだ。よかったねー。よし、これで3色だな。3色揃ったよ。どうしよう。あ、人形が消えた？助けてくれたのか？色を戻したことで。でかい蝶やなぁ。蝶々？すごく大きいし、それに綺麗。綺麗ではないけど。私についてくる、来てるの？よくわかんないけど、それなら一緒に行こう。桃色の蝶を手に入れた。ネジネジ、ネジ欲しい。ねじ巻き？さっきの人形これで動いてたのかな？そう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 。え？まだ人形がいたの？レイ、我そろそろマドレーヌなるものが食べたいのじゃ。だから私、我が拾ったこのグッズを入れ替えて、ピース！って、おいそこの緑の人形、お主レイに何をしとるか！それ以上この目に近づくんじゃない、この不届き者め！ピース、それ以上言ったら、ぬ？あ、わわわわわわわ！ピース？あ、流れちゃった！心配するでない！この愛らしい容姿に反して、我、泳ぎは得意なのじゃ！って、待て待て！滝が開いてるの聞いてないじゃん！落ちるー！ピースが流されちゃった。急いで探さないと、そうだよ、セーブポイントがなくなっちゃった。歩くセーブポイントがいない。ことになるんでしょ？誰？誰？え、誰？じゃあ君がいやピースなんていらないか。前の借りは返したわよ。助けてくれたってそういうことか。おー、誰か歩いてったな。誰か歩いてきました。私より先に、しかも、結構ドスドス歩いてったな。結構ドスドス歩いてったぞ。あれ、ここじゃないの？滝の後、だから、ここら辺にいると思ったんだけど、滝を追っていくと、ここにたどり着くんだけど、いないね。で、ドス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 って、そんな強くさ、歩かんでもええやんな。そんな強く歩調は踏みしみやんでも。じゃあ、ここに来たんですけど、ねじ巻きを持ってくりゃいいって話があったんで、ねじ巻きを、おや、ねじ巻きを持ってきたんだね。それでこの部屋の時間が進む。どうする？時間を進めるかい？進めるか。とりあえず進めてみよう。それじゃあそのねじ巻きを僕に差し込んでおくれ。うんうん。ああ、そうそう。すっかり言い忘れてたんだけど、何？即死トラップ？時が進む間、君の精神は少し体を離れることになるから、きちんと自分の体に戻ってくるんだよ。え？え？同じこと言っちゃった。うわ、眩しい。あ、ちょっと透明になってる。あ、あれ？ちょっと透明になってるよ、レイちゃん。ここどこだろう？それに透明になってるよ。何？誰かいる！誰かいる。うん。ん？誰だ？ここで何してるの？うわ！ここで何をしてるのか聞いてるの？この子、赤目に黒髪、リーリンの言ってた子だ。本当に？この人なの？その、
どうしてあなた、この部屋に入れるの？え？驚いた。人間が何人かこの館に入り込んでんのは気づいてたけど、まさかそのうちの一人があなたみたいな子供だったなんて。これ子供、お主も子供か？これが本当にその人か？それにあなた、体はどうしたの？え、体？どういう意味？透けてんのに気づいてないのか？気づいてないの？今のあなたは精神しかないんだけど？ちなみに言えばあなたの体は透けてるわよ。ええー、本当だ、手透けてる。どうして？呆れた。よくそこで、まあ、これでここまで来れたね。私もしかして死んじゃった？さあね。とりあえず、精神と肉体が切り離されたみたい。死んだ覚えがないなら何かに触ったんじゃない？北の館には不気味なものが多いから。そういえばここに来る前、時計が精神と離れるとか言ってたような。もしかしてそれのせい？とにかく、今はやっとリーリンの言う悪魔に会えたんだから、北の館から脱出するためを何とかしなくちゃ。本当にそうかわからないよ。あの、実はあなたにお願いがあって。え？他の悪魔から、悪魔たちを閉じ込めてるって聞いたの。そうね。実はその、悪魔を浄化したくて。悪魔を浄化する？うん。あと、あなたのこともその、浄化できないかなって。んなことさせない。え？出て行って。え、あの、悪魔を浄化する？私もですって？笑わせないで。急に雰囲気が変わった。あんたみたいな子供に何ができるの？なんであなたがこの子に来たのか知らないけど、悪魔たちはこの館から絶対に出さない。そんなどうして？この子、もしかして浄化されたくないの？この子っていう割には小さいグラフィックじゃないんだよな。出て行け！二度とこの部屋に足を踏み入れるな！ああ、戻ってきたじゃん。あれ、また場所が変わってる。あの子だよね。リーリンが言ってた女の子って。あの子を何とかしないと、北の館から出られないよ。あの子、浄化されるのを嫌がってるように見えた。悪魔って浄化されたいものだと思ってたけど、実は違うのかな。あとでバルツに聞いてみよう。それに今は早く二人を探さないと。あ、そうだ。よかった。体元に戻ってる。あのさ、なんかちょこちょこ思うんだけどさ、あれ？レイちゃんのグラフィックってそれだったっけ？けどなんだろう、この感じ。あ、そうだ。そういえばなんだか視線が高くなってる。そう、顔グラが違うんだよ、なんか。ん？なんか私、背が伸びてる？顔グラが違うもん。なんかおかしいなって思ったら。というか、全体的に成長してる。一体どうして？時間を進めたから？ 5 年後に時間を進めるって。5年後に進めたの？全部？もしかしてこの部屋だけじゃなくて、私も5年経っちゃったとか？場所が場所なだけにあり得るかも。どうしよう。二人を助けるために来たのにまさかこんなことになるなんて。そもそも、この姿でシバとバルツに会っても私だって信じてくれるかな？北の館らしい、悪魔だと思われたらどうしよう。とにかく、二人に会うまでに、なんとか元の姿に戻らなきゃ。さて、問題でーす。俺たちで捕まってどれくらい経ったでしょうか？はぁ、生身の人間だと不便だな。何？また俺と契約したいの？お前、もう悪魔じゃないだろ。今思うと悪魔って結構便利だったよね。確かに。何の力もないままここに来るのは無謀だったかもな。いや、今更そんなこと言う？それもそうだな。ないもんねだりしてる場合じゃない。出れないんだね。二人はここから動くことができない。なんかいるけど。おー、なんか流れ着いてきたぞ。なんか流れ着いてきたけど。そういうこと。
いっそのこともうこの館燃やしちゃう？僕たちごと？お前と最後を迎えなんてごめんだぞ。そんな寂しいこと言わないの。契約までした仲じゃん。なんか流れ着いてきたけど。悪いけどその契約はもう切れてる。更新もしてない。あっそ。まあ俺だって、どうせ死ぬのは好きなこと、ん？ん？そうだよね。なんか流れてきたよ。どんぶらこどんぶらこと。何あれ、トカゲ？さあ。はっ！ん？ひどい目にあったのじゃ。今までで一番の災難だったのじゃ。ピースは、この二人からすると初対面だね。うん。悪魔かなんかと警戒するよね。ん？なんじゃお主ならは。その言葉。いや、そっくりそのまま思いに返すよ。ていうか、なんで普通に喋るんだよ、この生き物。これも悪魔か？何？お主、失礼極まりないぞ。我が悪魔に見えるか？ううん、トカゲに見える。トカゲ？お主ら。これは神に対する冒涜じゃ！なおなのれ！なんなのこいつ、お前のペット？そんなわけあるか。ここ、一応お前の家なんだから、どっちかっていうとお前のペットだろ。いや、俺、爬虫類苦手。おい、聞いておるのか？人間にしては随分と態度がでかいと思っておったが、なるほど。黒髪のお主は、元悪魔の容姿だし、銀髪の方はその契約者ではないか。ん、お前何なの？勝手に人んち上がり込みやがって。よくぞ聞いてくれた。我は平和の神、ピースと申す。うわ、めんどくせえ。いちいち気に障るやつだな。令和と、もっとこう、平和の神さんなんてすごいと、我を、敬っておったぞ。待って。今、ものすごく聞き逃しちゃいけない単語なかった？お前、レイちゃん知ってんのか？なんじゃ、おしの急に目の色通って。って、あー、おのしらか！レイが探しておる人間二人っていうのは、おい、トカゲ、ここにレイちゃん来てんの。だから我はトカゲじゃなくてピースだと。って、おい、何するのじゃ？今、首根っこ掴むつもりだったな。我は猫ではないぞ、にゃん！意外と素早いな。で、お前はなんでレイちゃんを知ってんのかな？ん？知りたいのか？では、我が持ってる葉っぱと何か入れ替えてほしいのじゃ。わかった。わかったから殴ろうとするでない。カッカクシカシカ。まあそういうわけじゃ。そうだね。今までピースがセーブポイントになってたからね。その代わり突然なんか動物に変わっちゃったけどね。まさか、本当に僕たちを探しに来てたなんて。はぁ、本当によくルイフさんの目をかいくぐってくるんだから。とりあえず、レイちゃんは無事なんだな。うむ、我がしっかり守っておったぞ。へぇ、トカゲにしては上出来だね。ますます急いでここを脱出しないといけなくなったな。だね。我も早くレイに会いたいのさ。協力するぞ。ん？どうした、バルツェ？なんじゃ、我の顔をじっと見よって。何か釣った方がいいか？まあ、ついてるといえば、いっぱいいろいろなものついてるけど。葉っぱと何か入れ替えてほしいのか？さっきも思ったけど、それどういう質問？なんじゃ、何か変か？この生き物、交換壁があんのか？それともむしろ収集壁の方？なんかバカにしておらんか？そんなことどうでもいいから、ほら行くよ。あ！ついに芝視点になったね。レイちゃん視点が変わり、芝視点となりましたか。お主の名前はカバだったか。芝だけど？そうか。そっちに来るとドルチェ！ドルチェじゃない。それ絶対わざとだよね。それはそうと、葉っぱと何か入れ替える気になったか？入れ替えますか？何を？何？本当か？嘘だよ。なんじゃと？この蝶々はずっと飛んでるんだね。じゃあ、芝の方で探索していくわけか。ようやく動き出すんだね。っていうか、今までずっとここにいたもんね。何？出れないの？あ、出れないのか！だからずっとここに閉じ込められてるわんだが。ん？
この通気口、ピースなら通れるんじゃないか？あー、確かに。ピース、手を貸してくれ。うむ？この通気口、お前なら通れるんじゃないかと思って。うむ、通れそうじゃ。ま、我にできないことはないからな。だったら林は早い。この先何があるかわかんないけど、脱出の手がかり探してきてくんない？そこ、蜘蛛の巣張ってんのじゃ。我の毛並みが汚れるのじゃ。あ？冗談なんじゃ。だから拳を握るはよせ。まったく、短気は損気なのじゃ。お前案外ずぶとい神経してるんだな。大きなお世話なのじゃ。では行ってくるのじゃ。我の華麗な身のこなしに感服せよ。ピース視点になるとか？どうなるんだろう。あ！おー！めっちゃ有能！マジか！ピース、すごいじゃないか。お手柄だ。言ったであろう？我にできないことはないのじゃ。よい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 よ、ピース。ピースがここにさ、流れ着かなかったらさ、あれ、この二人ずっとここにいたのかよ。すごいな。なんだこれは。なんだこの血だまりは。歩いてんな。消えてったな。消えてったな。あ、植物さん。目を開く植物さん。どうもこんにちは。今回は燃やせないので、あなたのことが燃やせないので残念です。残念だな。燃やせると思ったんだけどな。お、ここはどこだろう。気づけば私はこんな場所に連れてこられていた。そういえばここに来る前女の子と話していたよな。どうしてだろう。よく覚えていない。ただ、とても可愛い子だったことは覚えている。でも何か違和感があった。そう。あれはまるで。どっからか声が聞こえる。知らない奴がやってきた。そいつが俺たちをここに閉じ込めている。邪魔だ。幽霊だろうか。それとも幻聴？そんな声が聞こえるようになってから、彼女の機嫌が悪くなった。彼女とは、私をここに連れてきた女の子だ。でもおかしい。私を連れてきた彼女と今の彼女、何かが違うような。ただ彼女は、ひたすらに美しいことは変わらない。ほう。目開かないの？残念だ。あ、かかった鍵を開けた。おお、ここに出るのか。お主ら遅かったの。瞬間移動はお手の物やもんな。ここに着くんだ。で、繋がった。ようやく、マップが。瓶が吊り下がってるみたいだ。ん？中に何か入ってる。これは、蝶？おお、やった！茶色の蝶と空の瓶を手に入れた。芝たちなら届くんだね。よし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 。ここで、アイテムを回収したのはでかい。目だ！どうも。どうも、目さん。どうしたの？キーンって目、キュル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 ってなって、どうした？一体どうした？お前、どこへでも来るんだな。神じゃからな。はいはい、すごいすごい。かぼちゃ。かぼちゃの話もまだ解決してないな。果実なくならないかなって。そういや、どうなったんだろう、ここの部屋は。バルツ？お客さんだよ。あれは、その先に行きたいの？私の欲しいもの持ってきてくれたら、その扉を開けてあげる。私のお人形。緑色の機械仕掛けのお人形。一緒に流れたやつだ。ピースと。それを持ってきてくれたらそこを開けてあげる。だってさ、どうすんの？探すしかないだろう。じゃなきゃこの先進めないんだから。まったく、つくづく悪魔って自分勝手なんだから。なんで俺の方見ても言うかな。